頭がおかしいっていうのは褒め言葉です。こんにちは、キャンプ道具紹介のウッパボです。今回は DOD 好きの私が思う DOD さん頭おかしい商品ランキングトップ10です。キャンプアイテムを扱うアウトドアブランドで、キャンプしない方でも目にしたことがあるようなブランドの DOD さん、実はこのブランドが扱うアイテムの中にかなりユニークなアイテムがあるんですよ。中にはユニークっていう範囲を超えた、いやちょっとやりすぎてるって思えるアイテムもあるんですね。でも糸や機能性はしっかりしていて、さすが DOD さんっていうアイテム、そういう変わり種のキャンプアイテムを皆さんにご紹介したいと思います。ネーミングとかも伏線が張られてるんちゃうかなと、ワンピース張りに考察が考えられるかもしれません。というわけで今回は DOD 好きの私が思う DOD さん頭おかしい商品ランキングトップ10をご紹介します。今回のおまけパートは DOD さんが販売している中で一番安い商品と一番高額な商品をご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではご紹介します。 DOD さん頭おかしい商品第10位はロケットサブマリンバスです。そうです、写真の通り足湯ですね。この時期のキャンプってやっぱ寒いっすよね。お風呂に入りたい、でも湯冷めしたらどうしよう、そういう時は足湯を作ろうとはなりません。いやもうカピバラもびっくりっすよね。焚き火とか映画鑑賞とかキャンプ飯、これにこだわるキャンパーさんっていうのは想像できるんですけど、足湯っていうのは普通考えつかないですよね。でもグループキャンプとかで足湯あるよっていうのはなんかイベント感があって盛り上がるかもしれません。構造は薪ストーブを使ってお湯を温めるっていうことですね。ただこれはどうしても言いたいことがあって、これ一人用なんですよ。グループキャンプの場合は1人1個持参でお願いします。お値段は 24,200 円です。続きまして DOD さん頭おかしい商品第9位は手裏剣ブラスターです。いやもう名前のかっこよさよ。デュエルアカデミアもびっくりです。この商品を簡単に言うと、かっこいい皮膚規模です。見た目が皮膚規模っていうより手裏剣部分のこだわりが強すぎますよね。このアイテムは手裏剣ありきで考えられたって考えたくなりますね。それで結果的に皮膚規模が選ばれたんじゃないでしょうか。でも便利なポイントがあって、炭や薪を移動させる皮下規模的な使い方ができるんです。手裏剣の形状が役に立ってると思います。単純な皮膚規模では正直やりにくいですからね。地面がフラットであれば自立できたり、まあ、これがちょっと倒れる可能性も高いみたいですので注意してください。収納するときは分解してコンパクトにできるなど、ちゃんと考えられた構造だっていうところは評価できるかもしれません。やっぱ手裏剣っていうのはロマンあふれるキャンプアイテムって言えるかもですね。お値段は 6,600 円です。ちなみにテロップ入れるときに思ってるんですけど、皮膚規模って変換すると皮膚規模ってなりません？皆さんコメント欄に書いてみて変換してください。寄付希望ってなる方はもうそのままコメント残していただけると嬉しいです。僕だけじゃないかな。続きまして DOD さん頭おかしい商品第8位はクーラーボックスの名前の付け方です。クーラーボックスなんですけど、現在5種類ソフトクーラー発売されてまして、もうね名前が頭に入ってこないことで有名ですよね。この5種類早口で言いますね。ソフトクーラー、ソフトクラコ、ソフトクラヒコ、ソフトクラウ、ソフトクラグザゾ。ちなみに今噛んでないですよ。まあテロップつけたら大丈夫でしょう。なんじゃこのネーミングはってなりませんでした皆さん。一つ一つがかなり個性的なのに、ソフトクーラーボックスのサイズ違いで使われているから商品名が似ていてややこしいですね。ネーミングの時の設定でもあるのか、家族の名前とか兄弟姉妹とか、とにかくなんか面白すぎるしややこしすぎる。この名前のところにあるカッコっていうのは、これが年齢っぽく見えるんですけど、これは容量リットルの意味らしいですね。ソフトクララが4リットル、ソフトクラコが10リットル、ソフトクラヒコが15リットル、ソフトクラオが23リットル、ソフトクラゾーが46リットル。こんなにサイズの種類が多いのはありがたいですけど、使い勝手によってはサイズを使い分けたいアイテム、それだけにネーミングがややこしいのはもどかしいですね。慣れてくればこのネーミングだからこそ愛着が湧くのかもしれませんが、なんか DOD のスタッフさんソフト家って呼んでました。なんかソフトバンクみたいな感じですけど、なんかこうどこかの白い犬の CM みたいな感じですかね。面白い名前とは裏腹に、このクーラーボックス性能はめちゃめちゃいいんですよ。ソフトクーラーって基本的には保冷能力低いと思われがちなんですけど、このソフト家壁がめちゃめちゃ分厚いんで、中の保冷能力はめっちゃ高いです。お値段はソフトクララが3520円、ソフトクラコ5040円、ソフトクラヒコ6930円、ソフトクラオ7240円、ソフトクラゾウ13370円です。続きまして DOD さん頭おかしい商品第7位は布団キャンパーです。そうです、自宅の毛布をキャンプに持っていくっていうコンセプトですね。生活感を見せずにキャンプアイテムっぽくなるように布団カバーのように使うんです。ただカバーでなくて端っこがファスナーになってて、閉じると寝袋に変形します。もうね、家の布団で寝るとあったかいですよね。キャンプの時ってあの何なんですかね、寒ーって言いながら
ギリギリ寒くないラインで寝袋に収まって寝ませんか。まあ、それがキャンプの醍醐味って思ってることもあるんですけど、いつもの布団が暖かいって知ってるんやから、単純に寒いならそれを持ってくればいいってことですね。暖かくして冬キャンプをしてみたいけど、高級なダウンな寝袋は持ってない。購入する予算もない。もうそれなら持ってるものを活用するだけでいいですよね。布団キャンパー使って羽毛布団を寝袋のように使えば高級ダウン寝袋が出来上がります。この布団キャンパーの肌に当たる部分は肌触りにこだわって綿 100% の生地で、表面には抗菌加工を施したポリエステル生地を使ってるから安心。そのまま家で掛け布団カバーにしても違和感ないのも嬉しいですね。布団を使えばシュラフを収納する場所もいらないですし、購入する費用もいらない。それなのに暖かい。これは意外性ある発想だけ使えますね。お値段は6600円です。布団は別で買ってください。続きまして DOD さん、頭おかしい商品第6位はオーマイロンリーナイツマイライトです。いや、とにかくこれ商品名長いですね。僕さっき言えてたかちょっとわからないですけど、スタバで言うベンティアショットヘーゼルナッツバニラアーモンドキャラメルエキストラホップ、ベンティアドショットヘーゼルナッツバニラアーモンドキャラメルエキストラホイップキャラメルソースモカソースランバチョップチョコレートクリームフラペチーノ。言ってみたけど、これスタバで言うこれマジで呪文ですよね。結局 DOD さんはこのタープのことをオーマイタープって言ってました。このタープ、ソロキャンプにとにかくこだわってますよっていうネーミングですよね。アイテムの質や機能は問題なしで、ソロキャンプにちょうどいいサイズでテントと組み合わせて快適な空間を作り出すことができるかっこいいタープです。お値段は8650円です。それは今紹介したこのタープ、名前は何でしょうか。皆さんもう忘れましたよね。正解は30秒前に戻って名前を確かめてください。さあ続きまして DOD さん、頭おかしい商品第5位はまるで傘立てです。いや、見た目はリアルな傘立て、縦長の焚き火台で傘立てをモチーフに選んでるのはわかるんですけど、ネーミングまで傘立てを意識しなくてもって感じですね。キャンパーに傘立てをイメージさせたいなら値段も傘立てに近づけてほしかった。お値段は1万以上してかなり物議を醸し出した製品になります。アイデアはすごくいいと思うんですけど、折りたたみはできなくなっております。ただ焚き火で炎よりも燃えている薪を眺めるのが好きなキャンパーさんにはちょうどいいはずです。僕の場合は価格が予算外でちょっと手は出なかったんですけど、お値段は11,800円です。ちなみにこの頭おかしいシリーズを頭おかしいシリーズって言ってますけど、もうなんかいろんな商品これ気になるなっていう人は分かりやすくレビューしているテントモンスターさんっていう方がおられますので、また見ちゃってください。チャンネルは概要欄に載せておきます。続きまして DOD さん、頭おかしい商品第4位はかまぼこリュックです。 DOD さんの代表的なテントといえばお昼寝&お着替えテントですが、すいません、ちょっとボケてみました。このお昼寝&お着替えテントは生産終了品ですので気をつけてください。気を取り直して DOD さんの代表的なテントといえばかまぼこテントですよね。そのかまぼこテントと同じデザインのリュックが誕生してます。しかもこれ僕も使ってるんですけども、どうしても言いたいことあります。それはケットがめちゃいっぱいで使いやすいんですよ。しかも大容量で見た目も可愛くておしゃれだし、キャンパーの欲しいが詰まってるリュックというわけですね。見た目も DOD さんらしくて、かまぼこテントに完全に寄せていってますが、カバンのクオリティはめちゃめちゃ高くてコスパがいいです。お値段は7700円です。7700円以上の価値はあると思います。続きまして DOD さん、頭おかしい商品第3位はクレイジー X です。 X 型のテントで、4人用のテントで中心が共有スペース、ソロスペース足す共有スペースのテントって感じですかね。だから4人で1つのテントを使いながらプライベート空間も欲しいっていう時に使えるテントって説明しましたけど、 DOD さんこの使い方需要あるんですかね。一回はちょっと使ってみたいんですけど、この他にも H テントっていう H 型のテントもあるんですよね。これは2人用で、 H 型の真ん中部分が共有スペース、友達以上恋人な2人のためのテントらしいです。いや、もうコンセプトの癖が強いっすね。ただどちらも限られた使い方だけど、ちょっと面白さは感じるかも。仲のいい友達と使うならありかもしれません。ワイワイ楽しみたいけど、長時間テントに一緒にいると見られたくない瞬間とかもあると思いますし、そんなにお値段も高くないからイベント的な使い方もいいかもしれません。様々なアイテムを取り扱う DOD さんの挑戦的というか遊び的なラインナップの一つですね。クレイジー X、 お値段は7870円、 H テントは4720円です。いきなりですが、私ウーポポが公式 LINE アカウントを作りました。登録していただいた方には豪華プレゼントとして全国47都道府県の穴場キャンプ場情報をプレゼントします。キャンプ場予約サイトに載ってないところを Google マップなどでコツコツ調べました。キャンプ場の予約取りづらい方、たまに違うキャンプ場に行きたい方、ぜひ概要欄からご登録ください。お待たせしました。 DOD
さん頭おかしい商品第2位はキャンプ玉入れです。まるで傘立てに続く面白ネーミングアイテムですね。これタープポールに取り付けると玉入れができるっていうアイテムです。わかりやすいネーミングなんですけども、なんかどうしても気になっちゃいますよね。 DOD さんならもっとかっこよくネーミングできそうなのにみたいな。いやただ意外とこのテイストのアイテムなんか全部揃えたくなっちゃいますよね。テント設営している間に子供たちが運動会さながらの玉入れが楽しめますね。退屈しないようにするアイデアアイテムです。これもちろん大人も意外と真剣に遊べちゃいますし、チーム分けしたりルールを決めて特殊玉入れしたりキャンプで遊ぶにはもってこいですね。お値段は5500円です。お待たせしました。1位発表の前にいいねやチャンネル登録お願いします。1位発表の後にはおまけパートとして DOD で一番安い商品と一番高額な商品を発表しますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではお待たせしました。 DOD さん頭おかしい商品1位はトゥリーラブです。そう、この見た目通りまさかポールのないテントです。ポールは木の幹を代用するっていうアイテムですね。木を囲んでテントを設営、木が大好きなキャンパーにはたまらないアイテムだから、商品名はトゥリーラブ。癖が強すぎて爆発的に売れないのは分かっていても作るのはさすが DOD さんですね。これ木が好き以外にもカブトムシと一緒に寝たいみたいな人にもおすすめかもしれないですね。カブトムシラブみたいなね。この買った人にぜひ会ってみたいです。お値段は 13,200 円です。おまけバトルです。 DOD で一番安い商品、一番高額な商品発表します。一番安い商品はこちらの人参プルプル。人参型のファスナープルタブでお値段は1100円です。5個入りなので1個220円っていうことですね。見やすい。一番高い商品は2つあって、つくつくベースとタケノコテント。これは両方めちゃめちゃ大きいテントになります。お値段は 93,500 円です。タケノコテントは最近この価格に値上げしました。今回のキャンプ道具紹介は以上になります。次はキャプテンスタックのランキング動画とか見ていきませんか。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。サントリーの付録は買っちゃいます。